2019年撮影後、畑大介は株式会社セガ所属のゲームクリエイター。2021年現在、株式会社セガに勤務。2018年、麻雀、M リーグセガサミーフェニックス初代監督に就任。2021年7月に人事異動により監督から降板することが、チーム公式ツイッターで発表された。北海道新冠町出身。高校の修学旅行で行った京都ジョイポリスに衝撃を受け、高校卒業後の2001年に株式会社セガアミューズメント関西にアルバイトとして入社。京都ジョイポリスでは接客から修理までをこなしていた。2002年に京都ジョイポリスが閉館したことに伴い、その後は関西地方のセガ系列のアミューズメント施設に勤務していたが、株式会社セガの社内イントラネットでストーホース2の開発スタッフ募集を知って応募し、セガへ入社して同作品の開発スタッフとなる。その後、ストーホースシリーズの開発を担当しているセガ第1研究開発本部からセガ第2研究開発本部へ移動し、セガネットワーク対戦麻雀 MJ の開発担当を任せられることになる。2015年4月のセガグループ再編により、アーケードゲームを手掛ける新会社であるセガインタラクティブへ移籍。セガゲームスが配信するセガネットマージャン MJ のディレクターを務めていた。2021年8月、サヤチャンネルにてゲスト出演した際、セガネットマージャン MJ のディレクターを外れたことを発表している。父は競走馬を生産する牧場の牧場長を務めていた。小学生の時には、ファミリーコンピュータの麻雀ソフトに没頭していたこともあり、ストーホースシリーズや MJ シリーズの開発に活かされることになる。今でこそ麻雀の大会に積極的に参加しているが、当初は麻雀のルールなどが理解できなかったという。ボーリング。師匠は P リーガーである岩見綾乃プロであることを YouTube の番組内で発表している。M リーグ2020監督スタッフマッチにて、ハイスコアが299でプロ級の実力の持つ、主であることが、実況の日吉達也より述べられている。ありがとうございます。